ベンジャンスは、イギリス海軍の全土級戦艦、カノーパス級。1898年8月23日寄港。1899年7月25日浸水。1902年4月8日収益。1914年8月の第一次世界、大戦勃発時、ベンジャンスは、海峡艦隊の第八戦艦戦隊に配属され。 イギリス海峡と大西洋の紹介任務に就いた。1915年8月15日に第7、戦艦戦隊に転属となり、戦艦プリンスジョージに代わり、帰還となった。ベンジャンスは、1914年8月25日に、プリマス海兵大隊のベルギーのオーステンデへの上陸を支援した。1914年11月、ベンジャンスは、 ドイツ領カメルーンに対する作戦のためにシアフリカへ派遣された。ついで、エジプトへ移り、装甲巡洋艦、ブラック・プリンスとウォーリアに代わって、アレクサンドリアの警備艦となった。それから、カーボベルでカナリア諸島艦隊に移って、戦艦アルビオンに代わりサン・ビセンテ島の警備艦となった。1915年1月22日、ベンジャンスは、 ダーダネルス作戦参加官に選ばれた。ベンジャンスは1915年2月にダーダネルス海峡に到着した。ベンジャンスは1915年2月18日と19日に行われた海峡入り口のオスマン帝国要塞に対する最初の砲撃に参加し若干の損害を負った。ベンジャンスはまた1915年3月18日の 海峡内部の要塞に対する攻撃や4月25日のモルトワンヘレス岬への上陸支援5月19日のオスマン帝国軍によるアンザック港部の連合国軍陣地に対する攻撃の際の上陸部隊支援に参加した1915年5月25日の潜水艦によるベンジャンスに対する攻撃は不成功に終わった1915年7月 ボイラーの欠陥のため戦闘継続が不可能となったためベンジャンスはイギリスに戻り退役した。1915年12月までデボンポートでベンジャンスの修理が行われた。1915年12月に最終役すると希望本及び東アフリカ配備のためベンジャンスは12月30日にデボンポートを離れた。1916年には ダルエス・サラーム占領に向かう作戦を支援した。1917年2月、ベンジャンスはイギリスに戻り退役した。1918年2月まで敬戦された後、艦隊の方のための対戦構装備の実験に使用されるため最終役した。それは1918年4月に完了し、その後ベンジャンスは部分的に武装が撤去された。 1920年7月9日に、ベンジャンスは売却リストに載せられ、1921年12月1日に、スクラップとして売却された。1921年12月27日に、栄光されてベンジャンスはデボンポートを離れた。12月29日、ドーバーに向かう途中イギリス海峡で栄光策が切れた。ベンジャンスは、フランスの引き船により発見され、 シェルブール栄光された。そして、1922年1月9日に解体場所に到着した。ありがとうございます。